長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、スルタイネスですね、になります。はい、私がしっかりと紹介したことっていうのはなかったかなと思ったので、はい、今回こんな感じで持ってきました。スリスヘイブンになる前かなに、ローグ相手に強いよって言って紹介したことはあったはず。ゼンディカーの方だったかな。なんかそのあたりの時に一回は紹介したんですけど、まあ、ティア1ってほど1ではないですけど、ティア2ぐらいのパワーがあって、ちょこちょこ大会でも出てくるということで、はい。紹介しないわけにはいかないかなということで、今回こんな感じで持ってきました。はい。もともとね、ローグには強かったんですよ。はい。この居住の素材置いてしまえば、ローグ、例えば墓地の枚数を6以下にしておくっていう動きをずっとするだけで、ローグって止まるんですよね。はい。そういうのもあって、実はローグ相手にはめちゃくちゃに強かったんですよね。はい。そこから、まあ、鋭い根本だったりとか、なんかそのあたり含めて、ドロソの数だったりとか、ドロソからカウンターを引きに行く、除去を引きに行くっていう動きができたりとかで、まあ、鋭いコンポ相手にもそこそこ有利。取れるのは古き神々の法則ぐらいですからね。そこさえ弾いてしまえば有利がついてた。かつ、まあ、環境的にね、墓地追放してくる相手がそんなにいないっていうのもあったりとかして、実は今の環境結構いいんですよっていうお話と、あとは、サイクリングか。サイクリング対面にウィザーブルームの命令で、置物を割れるんですよね。はい。2ターン目に、高校としても、偏りな協力を割れるっていうのも結構でかいポイントもあって、はい。ちょこちょこ環境には出てきてますよね。うん。で、まあ、いろんな動きコンボあるんですけど、まあ、よく使うルートっていうのは、居住の巣を置いてそのターン中にサメ台風を置いて、次からアールンドの典型連打。もしくは、居住の巣を置いてから、次のターンにサメ台風、アールンドの典型みたいな、そういうでかいスペルをガンガン打つっていうルート。が、一番強い武器かなになると思います。はい。で、一応これ BO3 のデッキ持ってきてるので、BO。まあ、サイドボードもしっかり整えてますよってことだけ覚えておいてほしいかなと思います。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は今のところ3本やって3勝してるんで 100% なんですけど、最近赤タックルが薄いので、振り対面は少なくなってきてるかなと思います。白タンとかには多分、まあ、スカイグレイブの亡霊さえなければ、速度勝ちして、それ以外の、まあ、ボロスミルタとかも、まあ、行き詰まる雰囲気や絶滅の契機、バズではなんとかなるので、はい。今の環境勝ちやすいかなと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。実はキープな可能性が高いですね。キープで。居住数はまあ、キープ基準になり得るカードなんで、キープしたらしたらと思います。まあ次のターンにデュレスあたり打ってあげてもいいのかなって感じしますね。うわ、ランデスですねこれ。どうするかな。マナ加速いっぱいあるんで、ランデス系のこっち取っときましょうか。まあ色は必要なんですけど、途中からランデスが必要なくなってくるのね、このデッキは。あんまり関係なくなるんでね。変だ。これ意味の渇望で緑の土地探しに行きましょう。多分サメ台風は破壊されないので、はい、サメ台風じゃないわ、居住の巣は破壊されないので、行けましたね。こうかな。墓地の枚数を増やしたいって、墓地の枚数を増やしたいっていうのもあるので、で多分このタイミングだと水晶壊しが間に合わないです。クリーチャーがいないんで、赤の1マナクリーチャー、2マナまでか、赤の2マナまでのクリーチャーがいるのはなんとかなりますけど、それ以外だと大丈夫だと思います。なんなら典型先に一発打ちたいですけど、まあサメ台風からかな。そうですね、拾いますか。そうですね、いや拾うとダメなのか。ペラッカの捕食したかったとこだったんですけど、まあ一旦ペラッカの捕食でお茶濁すのはありか。そうですね、
うん、まあとりあえずトロールの鍵決まっておきましょう。ミネの記憶とか全く関係ないので、このデッキは。うん。そうですね、5マナプラスで水晶壊しは動けないので、全然余裕で動けるかなと思います。次のターンはサメ台風ですね。ランデスカードに投げるものをどんどん割っちゃいましょう。ミネの記憶まで出るんじゃないでしょうかね。これ次のターンにミネの記憶プラスで置くやつですね。これは、色がちょっと欲しいので拾います。ほい。ほい。あ、4までかな？いや、3でいった。3でいいですね。じゃあ、サメ台風置きましょう。アンギラスくんが見えの恐怖かなんかしらに変容はしてくるとは思うんですけど、全然構わんので、出ないなら出ないでいいですね。うん。ここで、アクトで、取ります。ただまあ、このままだと水晶壊しとかね、永遠とめんどくさいことをしてくるんで、あれですけども。これはもう、アルノの点検2発で、多分勝ったと思いますね。はい。できればもう1枚土地が引けると、こっち、引けなくても動けますか。そうですね。うん。墓地1ですよ。じゃあこれ墓地で。あー、リリアナ教授強いですけど、ほい。まあエクサダン2ターン分で多分勝ったと思います。フルでいっか。そうですね、フルでいいですね。うん、でかいとこ通せるなら OK なので、で、止めて11点ですね。まあ、ライブラリでもいっか。殴りましょう。あれ、11点ですね。うん。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、基本キープでいいかなと思いますね。リザーブルームの命令を2ターン目に打てるような手札ではないですけど、まあ、基本からスタートして OK かなと思います。うん。救助犬。救助犬は、後でウィザーブルームの命令で処理する可能性があるので。うん。あー、ビノータですね。フラリオンのスピリット。アンタップインの土地が欲しいかなと思います。あと相手からはスカイクリップの亡霊とか飛んでくると思うので、どうするかな。まあしゃあないか。タップインしましょう。次一応ウィザーブルームの命令とかから入って救助犬落としながら動けますね。ここでダブルアクションがされなければまあ OK かなとは思うので。うん。教授からはダブルアクションされる可能性はありますね。うん。相手は一旦待つだけでいいので。はい。とりあえず基本は切りましょう。まあ、ビノータが出てきても一応回収で倒せる可能性自体はね、あるはあるので。まあ、まだ諦める段階ではないかなとは思います。はい。拾ってくるのは黒でいいかなと思いますね。うん。黒拾ってきて。ウィザーブルームの命令、マイナス1修正とライフゲインもありですね。まあ、ウィザーブルームの止まるのかな。関係ないか。こっちですね。うん。救助犬切ってくれると嬉しいですけどね。まあ、さすがに切らないとは思います。悲しいね。
ライフギーにするのも手だったと思うんですけど、次の次には勝てますかね。そうですね、次の次にはもしかしたら勝てるかなっていう印象です。は止めときます。スカイクリームの亡霊でも記憶捻出法でもちょっと面倒くさいは面倒くさいですけども、教授ミノタではないらしい。予言入門残り2マナですね。骸骨一応ライフは4点回復ができますね。できればアルンドの典型まで行きたかったとこではあるんですけど、このままだといけないかな。そうですね、逃げとはダメですね。まだ神秘の論争の方が使い道はあるとは思います。墓地が5枚になるので、サメタイフを置きます、これは。うん。サメタイフ置きでいいと思います。居住の巣。記憶リンペどっちかは取られますけど、まあ、置けさえすれば、なんとかはなるので。さすがに、いやでもミノタ飛ばすなら飛ばすだと思うんですよね。もう絶対に除去されないっていうメリットがあるんで、ミノタで勝ちに来る可能性は全然あるかなと思います。ただまあそういうのはさっきのターン出てる気がするので、トップじゃない限りはミノタじゃないんじゃないかなっていう気はしますかね。ノーコストの起動は救助犬だと思います。うん、どっちでもめんどくさいですけど、相手としては多分サメタイフの方がめんどくさいと思うんですよね。うん、あー亡霊から入る。じゃあサメタイフは残りますか。そうですね、動きとしてはケージの雨かな。そうですね、ライフちょっと持たない可能性があるんですけど、ケージの雨からスタートしてアクトか何かしら、もしくは全体除去を探しに行きたいかなって思います。あ、でも全体除去探すならこっち側ですかね。うん、金除去は拾えた。デュエスも使いますか、これは。相手のハンドを覗きに行きましょう。で、強殺軸じゃないので、土地からは警戒、土地を警戒する必要はないです。ほい。まあ、いちいちでもね、サメが出てくれるだけでも OK なので。呪文し、やっぱりミノータはなかったですね。うん。エンド呪文縛り飛んでくるんじゃないかなっていう気はしますね。もしくは予言学入門で土地探しに行くっていうのも全然ありかなとは思います。うん、土地探しに行って骸骨でこの1日を処るっていう手段は全然ありだとは思うので、まあ相手がどう動いてくるかですかね。うん、ただ呪文縛りもなしに帰ってくると、まあそのまま返しで勝てる可能性があるので、全然まだね、楽っていうわけではないですけど、まあある程度は勝てるかなと思います。スカイグレーブの亡霊破壊します。うん。救助犬起動は OK です。
ム取りに行きますか。そうですね、こうこうこうでいいでしょう。緑はもういらないです。なのでもう青でいいですかね。うん、骸骨の巨人切ってくれるなら OK ですね。結局天気打たせてくれるなら OK なので、これは打たせてくれましたね。殴って、一応ケージの雨からかな。あ、行き詰まる噴煙はいいですね。あ、1枚でいいんだ。じゃあこっちから。ウルパンしたら下な気はしますけど、まあ一応11だけ残しますか。あ、余裕あるね。じゃあもうウルパンでいいですね。はい、エンド。ここからだと一応ミノータが飛んできてもなんとかなります。ミノータからどれ出てきてもなんとかなりますかね。うん、そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあサメタイグ置いた後の動きっていうのはすごく強かったかなと思います。はい、そして2本目ボロスミノータ戦ですね。あれでサメタイグじゃなくて巨獣の巣取ったっていうの、別にプレミでもなんでもないんですよ実は。はい、サメタイグを消すよりも巨獣を消しとかないと次のターンからすごい動きされるんですよね。はい、まあ、あ、こっちのデータが相手に分かんなかったっていうのはあると思うんですけど、サメタイグを消した結果オニキスプラスアールンドが通っちゃったみたいな動きとか全然ここだとあるんで、対戦相手をねネスト取るっていう動き自体は全然あったと思います。はい、まあ墓地の枚数がちょっと足んなかったから実はサメタイグでもありかなっていう気はちょっとしたんですけど、まあそれでも全体状況打たれたりとかすると、その後動けなくなってた可能性があるので、はい、私としては全然ありな動きだったかなと思います。うん、特にね、巨獣の石器の勝ちパターンとして巨獣の巣と追加の脅威、まあサメタイフだったらオニキス教授置いてある状態で、相手がオニキス教授やサメタイフを破壊した時、破壊するためにマナを使った時に返しでとんでもない動きするっていうのが勝ちパターンの一つなので、はい、これのデッキ対策する場合は、巨獣の巣しっかり対処してあげましょう。はい、それと今の環境だとね、ちょっとさ巨獣の巣の色が悪くて神秘の論争が結構刺さるんですよね。うん、色メーターどれにも刺さっちゃうっていうのはちょっとあるので、はい、そこだけ注意は必要なんですけど、ただ注意が必要なのはそこだけっていうのが、攻撃の強みではあるので、はい、アグラ相手もね行き詰まる噴煙とか入ってる分もあって割かしまあ受け切ることができると思います。はい、それとこのデッキ内の色についてのお話。はい、このデッキってダブルシンボルっていうか土地の枚数、色分かな、支払うコストが色分になるってことで、このデッキだと、ちょっと前に紹介しましたよね。死に至る霞かなとどっちがいいかってお話。この場合は、シングルシンボルだからっていう理由で入ってます。まあ、白弾と、サイクリングかな全体除去さえできればいいっていうのもあって、あと、このカードは自分から墓地に落ちてくれるカードなので、不要不対面でもね、うん。この居住の巣のコストになることができるっていうのも、まあ、攻撃をマッチしてるポイントなのかなと思います。はい。まあ私としてはね、サイドボードにもう1枚ぐらい、噴煙入れておきたいかなっていう思いはあるんですけど、まあどうせドロスで引いてくること自体はできると思うので、はい、そんなに、まあ厳しいってほど厳しい動きではないのかなと思います。はい。それと今の環境ね、ヒゼットドラゴンっていうのが減ってきてます。はい。理由が赤弾が減ってきたからですね。もともと赤弾とかに赤出たんですけど、白弾は厳しかった面もあってね。うん、リセットドラゴンが結構減ってきてるのでそこもちょっと追い風にはなってるのかなと思います。よろしければねぜひ皆さん遊んでみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。